Hey guys, Phantom Cutchy here, welcome back to Yakuza 0. Let's head over to the pink marker to deal with the Tachibana individuals. Champion. Ambush? Get ambushed. おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。 Oh, fifth. あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。なんだこいつ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたい。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。 Getting interesting by the minute. どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、堅気の人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は堂島組にいたがな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あんた名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。Oh yeah, the back in the day itself. わかりました。じゃあそのように。それじゃ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、
一応ね、社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんらしい。うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ、俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長を見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ、あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだから、因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。Oh. Seems they know jutsu. They know how to disappear. Yo! そこで何してんだ？おい兄ちゃん、お前だよ！そこで何してん？I hope it's not Men in Black. Again with the gun.勘弁してください。そこは適当に合わせておいてさ。え、チーズ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか？ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか？何？うちの織田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。
なんだろう、織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ、聞こえなかったのか？さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとは苔にされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。 Oh for f**k's sake。 どげ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。 Help, I'm dead。Oh, what made me? お前は、織田。よう。お前が俺を襲うように、さっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。なら、こっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ。 Oh great, I'm getting nunchucks。そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。Don't mess with the beast. うそだろ。この俺にこんな
若造が怠慢で勝つかよ。信じらんねえ。オーダー、納得しましたか、オーダーさん。ええ、俺の、負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか？ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、キリュウさん、この町は道島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこから溢れる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ？東城会が力で光り輝かせるこの街に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。What is this? なんだと。 What is this? Tachibana's a bloody Doctor Doom. His bright arm is a bloody battery, isn't it? 金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。アデンタミカズーマ。登場会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、登場会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。What a guess. なんだと。おやすさんが。I had a sneaky feeling his armor was not in this. And now I feel very happy. あなたは、堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ、殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報。So more adding up. それは、
宝の一坪の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は空の一坪をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知で、あなたが我々と手を結ぶことを。私が風間さんからあなたのことを託されたのは、半年前。あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久瀬があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらお休んでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが空の一坪を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。バカな。ご理解いただけましたか、キリュウさん。立花、あんたがおやすさんの意志を託された人間だって証拠。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。ポケットウォッチ。あなたも見覚えがあるはずです。沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやすさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします。And with that, chapter 2 is complete. And I have more money to spend on Kiryu.